見えねえな。今風呂を沸かしてますね。風呂沸かすっていうのも大変ですよ本当に。はい、なんかすごい肉がいっぱい出てきたけど、これ何なのこれ。あ、すごいじゃん。ロースのど真ん中なんです。ロースのど真ん中と、わあ、霜降っちゃってんじゃん。そうなんです、羽下っていう、羽下か。これをささっと焼いて食べる。ささっと焼いて食べる、わかりました。ちょっと期待しちゃおうかな。これそれは何ですか。これが和牛のホルモンです。これ和牛のホルモンが来た。小腸ですね。小腸だ。あ、もうこれ30メーターも40メーターも、これ30メーターあんのね、普通の。そこはこれはね、下がりっていう。下がりか。ハラミの下の部位なんですけど、これもまたちょっと肉質がやらこうて、まあまあ肉の味もあって美味しいですね。これうまい。この辺りをちょっと、じゃあちょっと焼き物で、今回は焼き物でいっちゃおうかなと。これ夜も老けてきたところで、いいねこの雰囲気が。このホールですよ、ほら。こういうことですか。うわ、ドヒャー絶対うまいやつでしょこれ。こんなで、これで、これね、まあこれ画面に伝わるのはやっぱり限界があるわけじゃん。すごいね、めっちゃうまい。全然違うでしょ。これ一生噛んでいたいねこれもう口で表現できないね。ただ単にメリウマ、はい、うわー、ちょっともういい感じになってきたんじゃない。これぼちぼち、どうこれ切りましょうかね。ほらほらほら、ちょっと一回切ってみましょうか。切るか。これね、サガリにしてもハラミにしてもそうなんですけど、こう繊維が通ってるんですね。その繊維あるな、これのこう繊維に対して対角に、対角に丸角にこう入れていくんです。ああ、なるほど。うわ、とりあえずこれぐらいで一発いきますか。うわー、マジか。これを、はい、塩わさび塩あたりでいっていただける。これで、はい、こう、こんなだもん。具合悪くなっちゃうやつだこれ。こんなでグッと、これで、このサガリは食感がいいね。肉質いいでしょう。肉質がいい、でやっぱりさっき言った通り、その繊維と体格に入れてるから歯触りがすごいいいね。そうなんですよ。これ繊維同士入れちゃうと、この歯触りがやっぱりなくなっちゃう。ほぐれへんの、ほぐれなくなるじゃんね、はい、うまい。そうなんです、切り方一つでね、また野菜変わっていくもんですね。そういうことなんだろうね。何食ってもうまいね。ありがとうございます。うわー、うわー、ホルモンや。小腸です。うわー、
うわあ、ファイヤー、うわうわうわうううううわわ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 すごいね、めっちゃうまいですよ、ほんまに。これは普通出せないな、これすごいね、これ焼肉屋さんで出たらすごいでしょ、サビよ、すげえサビ映ってんのかよ。いや映ってない、映ってないの、暗いで、すっげえさ、これ今井ちゃんちゃんとやっといてよ、ヤンヤンを、うわー、 こういうことです、あーもうこれ最高、これは最高です、あっあーこれ、これがいいんです。テルチャンネルをご覧の皆さん、あの今から五右衛門風呂に入ります。すごいあったかいです、最高です、あこれうわこれ、あのこっち側は熱くないんだね、あのお湯の温度までしか上がらないんで、ね、ああなるほどね、そこだけは熱い、そこは熱いんだろ、でもそこはちゃんと板が入ってるから、そうです、はあ、すごいねこれ、はあ、見てわかる通り俺の息もこの真っ白なわけですよ、ね、これかえってこれ風呂に入んない方のが、風呂入っちゃうと風邪ひいちゃうんじゃないかなみたいな、どうなのかなこれ、30分使ってください。30分も使わなきゃいけないの、いやいや30分全然疲れますよ、30分長いよ、もうその人はもう朝まで、あもうホットホットで、ホットでいける、いけますいけます、30分は長いなこれ、その前になんとこれ多分カメラでは映んないですけど、あそこにオリオン座があるんですよ、ほらオリオン座があって、こっちがもう月で、それが金星かなんかで、すごいな夜空が、うわ綺麗だな、月がこんなに綺麗だと思わなかったな、この揺れる日、不思議だよね、なんかさっきの焚き火もそうだけど、こういう火を見てるだけでなんかこう時間が経ってっちゃって、なんかいろいろと時間が過ぎていく、でその間に火を見ながらなんかいろんなことを考える、まあなんかこういう時間もあっていいんじゃないですかね、気持ちいいね。しかし今日はもう水はいいし肉はいいし酒はうまいし、テルチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。爽やかな朝を迎えて、
川の水で顔を洗って、いやー気持ちいい、はい、まずは朝の一杯目のコーヒーってことで、豆を引くところから始まるというお、だいぶもうこれ巻き終わりました、はい、引き終わりました。今回はこのあのドリップ式じゃなくて、このこれで紅茶みたいな感じでこうあれするのもオツじゃねえかなと思って。そうですね。あ、これ3杯取れねえよ。お湯が少ないですか？じゃなくて器がちっちゃい。ここはもう、うん、だからこれで3杯取るしかないな、うんうんうん、ほらこれちょうど2杯分しかないんだよ、うん、これをこういう感じで、ね、すごい圧力だよこれ、うん、バーンってなっちゃいそうで怖いよ。怖いね。おー、いったいった。これしばらく置いといた方がいいかな。これあ、置いてる方がいいと思う。なあ、ちょっと、はい、でもだいぶいい色になってきたよ、うん、ほら。コーヒーで乾杯。あ、香りがやっぱいいね。全然違うね。あ、うまい。ちょっとあの酸味があるね、うん、やつですね。朝は鳥とカラスの声で起きましたね、はい、なかなかおつなもんでしたよ。はい、夜中に1回5時ぐらいに目が覚めてちょっとトイレに行ったんですけど、夜はねすんごいやっぱ寒かったね。そんで朝方もまだ寒かったです。今もなんか日が出てくるとそうでもないんだけど、こんなにやっぱ極端に変わるんだなっていう、山だなっていうね、これはね、なんかあのさっき川で顔洗ってたんだけど朝で、これはあのこの井戸水なんだけど、井戸水の方が数倍冷たいね。川の水はなんかやっぱり動いてるせいかそんなに手がこうかじかむぐらい冷たくはないんだけど、これはもう一瞬にしてすごいことになるね。こんな感じじゃないですか多分。そしてこれをちょっと最後にこのこれ昆布を乗せてね、これね炭を入れるっていう手もあるんですよね。そうですね、はい、で、はい、これで炊いてみたいと思います。本当は俺的にはこう行きたいんですよ、こう。だけどこの日は結構雑なんでちょっと失敗する可能性があるんで、今回こっちのバーナーの方でいきます。はい、これでいきます。はい、出来上がったようです。はい、おっ、よよ、おお、そこでそう保温しながら蒸すわけですね。こんな感じです。なるほど。やっぱり段ボール入れるだけで違いますかね。あ、だいぶ違いますよ。あ、はい、俺もあのタオルとかでぐるっと一回くるんじゃいますね。なるほどね。で10分ほど蒸したで、これで10分ほど待つ、はい、よっ、これ、
るぞ。はい、卵焼きできました。え、いいじゃないですか。まあちょっと苦労しましたけど、火加減がやっぱ難しいんだな。このなんつうのかな、直火でやるっつうか、なんかこの自然の火でやるっつうのは。え、まあでも美味しそうにできてないですか。いいんじゃないですか、これは。ミッチ目玉焼きどうか。そしてなんとこう今味噌汁が到着いたしました。これでございます。はぁーみたいな。いや気持ちいいね。だんだん日が出てきたんで暖かくなってきました。はい、今日も晴天でございますね。最高だねこれ。昨日の風呂も気持ちよかったし、今日の飯もうまかったね。昨日の鶏肉から始まって肝が出てきちゃって、で牛肉いっちゃって、いやそんで風呂入っちゃって、で朝またで、またあの川の水の水割りがあんなにうまいと思わなかったな。あれだから今度一回ウイスキーもやってみたいね。川の水で、川の水で角の水割りかなんかやりたいね。もう奮発して響きかなんか持ってきちゃおうかな。それはありだよね。お、いい感じになりました。いいんじゃないですか、これは。これでどうですか、こういうの。いいですね。いい感じだね、膜ができて、よっ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 、頼むぞ。よっ、どれよっこらせ、どれよっよっ。はい、そしてだいぶちょっと熱いけど、まあもう蒸し上がってんじゃねえかなっていうことで、ご飯が、あ、いい感じじゃないかな、これ。いきます。俺の水加減はどうだ。じゃがじゃん、うおー、いいんじゃないですかこれ。もしかしてだけどご愛嬌ぐらいの硬さかな。やっぱあれ水捨てない方が良かったかもしれない。うん、若干ムラがある。でちょっと芯が残ってるのと普通にだけ出るところと、だけどまあこれは許容の範囲じゃないでしょうか。はい、お肉屋ちゃんのおかみさんが味噌汁を作ってくれました。すごい美味しそう。ほらね、いただきます。うん、これなんか白菜のすげえいい味出てんね。うまい。僕のこの卵焼きどうですか。これ綺麗にできてるでしょ。一応もうちょっと食べてみる。うん、こういう朝飯最高だね。うん、これでな、今ちょっとおいしいものこれだよ。火の中から取り出しました。じゃがいもですか。みかん。焼きみかん。焼きみかんやったよ。ほら、めちゃめちゃ熱いよ。でもこれこんなだもん。ほら、もう、うわすごいですね。うわ、これ絶対うまいはずなんだよね。おっと、おっと、おっ、ほら。熱いものさ、熱いうちに食うの極限だねこれ。熱い、熱い、あっ、よし、あっち、あっち、あっち、これはちょっと熱いもの熱いうちに食うの限界かこれ。人生最大の熱いものかもしれない。いきます、いただきます。
あ、うまっ。うまい。うまいね。こういうのも家じゃ絶対やらないからね。そうですね。おつじゃないかなと思います。はい。この分厚いハンバーグ、お肉屋ちゃんのハンバーガー、こんなですよ。これもんで、これすごいことになってるけど大丈夫なのこれ。こんなに分厚くて。いただきます。うん、あうまい。最高だな。これも上手に作ったんだよ、よく。まあ、はい、ということでございましてね、姫路の山奥の、これ何でしたっけ、夢崎町です、ね、夢崎町の、このキャンプをしにね、貸し切りのすごいところに、なんとやっぱりこの後ろにある風呂、満月の下でね、あの五右衛門風呂が最高でしたね。良かったですね。いや今回ね本当にすごい良かったです、でちょっと忘れてた、そう、あの川の水で割った水割りがあんなに美味しいと思わなかった。あれびっくりしましたね。驚いたね、本当に。でね、いつもこうお世話になってて美味しいものを食べさせてくれるお肉屋ちゃんなんだけど、お肉屋ちゃんの情報っていうのがなかなか載せられないと、あのホームページがないんでね。そうですね、はい、なんだけどね、あのこの兵庫県のね加古川を中心にしたところではもうかなり有名でね、あのいろんな人にこうお肉料理を提供してますんですけどね、あのだからフェイスブックのページとか作ったりとか、はい、なんかそういうことでなんかいろいろとてるチャンネル見てって勝手に調べていただいて、あの連絡いただいたりすることもあるわけでしょ、はい、ね、あります、だからもしかしたらそうやってやってあれするとまたいろんな人がお肉屋ちゃんのお肉を食べれることがあるかもしれない。本当おいしいですから、あの素材もいいし、あの料理の腕も大したもんなんで、あのこれはいいかなと思ってますけどね、まあそんなんで、今回は本当にありがとうございました、まあ、なんでこの大自然の中から今回のテルチャンネルをお送りしてましたけども、これにて終了でございます。また次回のテルチャンネルでお会いいたしましょう。よろしく。はいしょ、はいしょ。動画面白かった。